大杉正明は、日本の英語学者、清泉女子大学名誉教授、NHK 英語教育番組などにて、英会話講師を28年間ほど務める。静岡県伊東市に出生。大学進学後に、松本徹の英会話番組や FEN をラジオで聞き始め、小説や戯曲の読書を通して英語を習得。明治学院大学文学部英文科卒、同大学院修士課程修了。清泉女子大学文学部英語英文学科教授。2017年定年退職、名誉教授。この間、1998年から1999年にかけてエクセター大学客員教授。NHK 語学講座番組に1982年から携わり1987年から1992年、英語会話、1992年から1997年、英会話、2003年に今から出直し英語塾で講師を務める。また、その後、シニアのための物知り英語塾物知り英語塾、英語物知りクラブでも、講師を務め自身の趣味であるダジャレを交えて講義する。2006年から2010年まで、ポッドキャスティングによる英会話講座、クロス、カルチュラルセミナーを担当。現在は NHK ラジオ第1放送毎月第2日曜、深夜0時からのラジオ深夜便名画、名曲、名セリフのコーナーパーソナリティとして映画作品、音楽作品に出てくる名言を説明。後に大人の教養講座=英語に関するよもやま話。月に1回を2017年3月まで担当している。ありがとうございます。